東京帝国大学第二工学部本部事務室東京帝国大学第二工学部は東京帝国大学が1942年から1951年まで千葉県千葉市弥生町に設置していた工学系の学部である。略称は二校。なお、東京都文京区本号にあった従来の東京帝国大学工学部は第二工学部が存続していた期間は 第一工学部と解消している。東京帝国大学第二工学部は第二次世界大戦が激化する当時の情勢下において軍事産業を支える工学者や技術者を養成するために当時の東京帝国大学総長だった平賀譲るの発案によって設置された。第二工学部の学科構成は本郷の第一工学部と ほぼ一緒で、の重学科構成で、三つの共通教室も設置された。教職員は、学部長の瀬戸昭治を筆頭に、教授45名、助教授32名、他15名、職員308名、合計441名であった。教官の半数は、メーカー出身者が占め、他大学の出身者や、若手教官、本郷からの遺跡組からなる。 今後部舞台で助教授の自由度も高かった。戦争中のため校内では農作物が栽培され、男子職員の出生に伴い女子職員が増えていった。また、研究設備を疎開させる研究室もあった。学生定員数は420名で、学部廃止までに2562名を排出した。学生は入学に際して第一工学部課。 第二工学部科を選ぶことができず、大学側で両学部の学力が均等になるように調整された。敷地面積は14.7万坪であり、最寄り駅は総武線の西千葉駅であった。なお、西千葉駅ができたのは、第二工学部に学生が入学して半年経ってからであり、それまでは教職員、学生とも稲毛駅から 2km の距離を歩いて通学していた。 また、東京帝国大学の全面協力のもと、紅和工業大学が1942年に創立されて、以来、紅和工業大学と東京大学工学部の学術交流は深く、紅和工業大学が千葉県に移転し、千葉工業大学と解消後も、その関係は続いた。その中でも特に、同じ千葉県にあったことから第二工学部との学術交流が盛んで、 東京帝国大学第二工学部に進学し、研究に従事する者も,も多かった。第二次世界大戦で日本が降伏して連合国軍占領下に入った影響を受け、1947年にはそれぞれ航空機体学科、航空原動機学科、造兵学科が物理工学科、内燃機関学科、精密工学科に改装を余儀なくされた。加えて、 学生改革に伴い東大内で、教養学部や第二工学部の処遇が議論され、総合大学として二つの工学部は不要であること、教養学部以外の学部は本郷に集約すべきことなどの理由から、第二工学部は廃止され、生産技術研究所として再出発することになる。なお、立地については GHQ から駒場に移転する案が示されたが、政府時は、 千葉の既存施設を継承することを貫いた。現在、跡地は千葉大学や良いキャンパスになっている。また、1948年に第二工学部教授の星野翔一が制作した2枚の銀杏の葉に大学の文字を重ねた銀杏バッジの図は、その後東大内で広く用いられ、国立大学法人幹事に新たに定められたシンボルマーク、東大マークにも、 銀南の葉の配置は引き継がれている。ありがとうございます。